東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか昨期の J3 を制し 初の J2 昇格を果たしたレノファ山口 FC は、ホームでの開幕戦にファジアーの岡山を迎え、1の1で引き分けた。山口は、J2 位陣で勝利を挙げることはできなかったが、勝ち点1を獲得した。J リーグ参入初年度の作季、J3 で、いきなり優勝を飾り、1年で J2 昇格を決めた山口。前半5分、高い位置でミッドフィルダー福光高木がボールをカットし、ショートカウンターに出ると、 ペナルティーエリア内に持ち込んだ昨季 J3 得点王のフォワード岸場和人が冷静に横に流しフリーのミッドフィルダー島谷や則が右足で流し込んだ立ち上がり早々の J2 発ゴールでリードを奪った山口に対し岡山も前半19分ガンバ大阪から期限付き移籍で加入したフォワード赤嶺慎吾がシュートを狙うがクロスバーを超える同じく 鹿島からレンタルで加入したアンダー2 3日本代表フォワード豊川雄太もセットプレーでチャンスを演出左サイドから正確なフリーキックをゴール前に供給したがディフェンダー岩政大輝にはわずかに合わなかった岡山は1点ビハインドで折り返した後半6分フォワード伊藤大輔が直接フリーキックでゴールを襲うがゴールキーパー一森潤が好セーブそれでもこのプレーから左コーナーキックを獲得すると ミッドフィルダー島田譲のキックがクリアされたセカンドボールをアンダ二2 3日本代表ミッドフィルダー矢島信也がペナルティーエリア外から豪快な右足ダイレクトボレーでゴール左隅に突き刺した浦和からの期限付き移籍期間を延長し岡山で2シーズン目を迎えた矢島は今季背番号も24から10に変更得点後は両手で背中の10番を指差しゴール裏のサポーターに向かって固唾した岡山は 後半26分、伊藤の右コーナーキックに、岩政が、打点の高いヘディングで合わせたが、惜しくも右ポストを直撃。山口も、同32分、カウンターから福光が独走し、決定機を迎えたが、シュートはゴールキーパー中林宏次にキャッチされた。試合は1 1のままタイムアップ。激しく攻め合う熱戦の末、互いに勝ち点1を分け合った。